はい。ぬぬまちっていうところ、あの、まあ、3箇所に回ったところなんですけど、まあ、それがここなんですけど、ここはかなり広い洞窟で、あの、1000人以上の人がなんか、まあ、避難した洞窟の場所なんですね。まあ、ちょっとこの周辺にはなんか民間の人が隠れた洞窟もいくつかあるんで、まあ、そこも回っていきたいなとは思うんですけど、まあ、あの、まあ、なんか3300円でなんかこのコース体験できたのは結構ありがたいなと思ってます。 はい。現在はここにいます。この階段の部分ですね。この階段の部分からここが入り口です。で、あのー、やっぱガイドの人に借りたこのヘルメット。これがないと結構頭とかぶつけちゃうんで、まあ一応ライトも予備にも借りてますし、で、ここから行きたいと思います。まあ、戦争中はこの階段はなかったらしいですね。 ここは馬乗り爆撃とかはなんか食らってないらしいんで、あの結構、安全に行けるらしいです。はい。まあ、入り口、まあ、50メートルっていうところですかね。で、ここがシーツ室です。別にここ馬乗り爆破によって、あの、こんな風に崩されたわけじゃなくて、元からこんな風に空いてそうです。で、この明るさがあるから、ここでシーツをしてたそうです。で、あの、この部分、 雨船ナとか水溜まってるんですけど、この水が溜まってる部分で、あの、包帯を上がってたそうです。衛生的にあまり良くないな。あの、シーツ室の後から、こっちの方、もう下りで、この辺にはベッドとかなかったらしいんですよね。あの、まあ、こっちでシーツしてるから、そんな下でベッドはま、住みたいとは思わないですけど、やっぱり、崩落の危険性がありとかで、やっぱり入っちゃダメと、言われてますね。 今、ガイドの人とはちょっと離れた場所にいるんですけど、ま、あの、ガイドの人は映りたくないみたいですね。まあ、一応撮影許可をもらってるんで、こんな風に映していってます。で、このシーサはこの瓶なのかって聞いたら、これどうもなんかあの、豚の、豚の血清用の薬の入れ物で戦後のやすが結構落ちてるそうです。 この辺結構不法投棄が多かったらしくて、あの、戦後に結構ゴミとして捨てられてて、ここにあるやつ、もう9割型戦後のゴミだそうです。あと、この手術室の横にこんな脇道ありますよね。これ、上官の部屋だそうです。上官の人はここに、あの、ここで、あの、一人でなんか作戦会議したり、あの、過ごしていたそうなんですけど、ここに明かりを置いたらしいです。 ま、こんな感じですね。まあ、千人ぐらいいる人のうち、こういう一人部屋もらえるのは本当の上官ですね。なんか、ここで寝てたらしいと言われてますね。こっちの上の方。まあ、それなりのものを弾いたら結構、比較的心地よく寝れるんじゃないですかね。結構大きく広。 意外に、あの、崩落の危険性も少ないということなので。で、今気づいたんですけど、まあ、ガイドの人にもなんか、これ以上行くなって言われた理由がわかりました。下、5メートルぐらい、穴になってます。で、掴むところもないので、あそこ行こうと思って、そのまま降りたら、そのまま、大怪我ですね。はい。 こっちに、死術室がありました。で、今度は死術室じゃない、こっち。まあ、主に寝室とか。で、これの奥のところに、あの、トイレがあったら、トイレっていうか、垂れ流しですね。なんか天井の方に穴が開いていたので、まあ、そんなに匂いが困らないからそこでしてたっていう感じですけど。ここも、結構すごい下りなんですよね、こっから。<laughs> ちょっと、だからトイレ行くのも、ちょっと命がけというか。で、 この辺、もうちょっと降りたところで寝る場所があったらしいですけど、やっぱりあの、下まで行くなとは言われてます。まあ、今行こうとも思わないです。あと5メートルぐらいしたらボコって2メートルぐらい急に落ち込んでるとこあるんで、まあ、ちょっと、ガイドの人がいるから、落ちても上げ、引き上げてくれるとは思うんですけど、ねえ、これ、わかります 結構奥深いんですよね。で、ここ、あの、鎌田跡ですね。書いてますね、釜田跡って。ここで、あの、鎌をついて、なんか大鍋で、あの、みんなの食事を作ってるらしいです。最初のうちは朝晩おにぎり2個、2個と、ちょっと汁物もらえたらしいですけど、最後の方はなんかおにぎり1個とか、で、汁物なしとか、かなり過酷な生活になったみたいですね。